ヤバい人はどこの国にもいるわ。今回はロシアのヤバい人の逸話よ。ロシア人聖職者のアバクウムね。それでは早速逸話を始めるわよ。4つの逸話を順番に紹介するからね。3、2、1、用意、スタート。歴史、ロシアで自己主張するとヤバい。ロシア人聖職者のアバクウムは、教会の儀式改革に反対していた。その結果、極寒のシベリア送りにされる。後に許されてモスクワに戻るが、アバクウムは主張を変えなかった。だから、再度シベリア送りにされたり、10年間地下牢に閉じ込められたりする。そして結局、火炙りの刑に処せられた。ヤバいのはアバクウムよりもむしろ、ロシアの方に見えるわ。教会に逆らっただけで火炙りなんてかわいそうよ。確かにロシアもヤバい国だけど、アバクウムも十分危険人物よ。続きの逸話を聞けばわかるわ。逸話は残り3つね。では、3、2、1、用意、スタート。歴史、信じるってヤバい。ロシアの聖職者アバクウムは、キリスト教の教えでは自殺が許されていないにもかかわらず、勝手に独自の自殺を崇高なものだと認める教えを作った。そして、農民たちに焼身自殺を推奨した。その結果、2000人を超える農民たちが、祭司と共に集団でこれを実行した。迫害者に対する抗議の意味があったという。中世の農民は識字率が低いから、文字が読めなくて、アバクウムに簡単に騙されたのね。聖書を読めば自殺が崇高なものなんて教えは存在しないことがすぐにわかるのにね。中世じゃなくて、アバクウムは1620年生まれだから近世だけどね。いずれにせよ、無知な人を、騙すのはひどいわ。しかも焼身自殺って、昔のキリスト教は仮想を認めていなかったのでは？せめて、キリスト教の教えではなく、私個人の教えとして広めればよかったのにね。過激派カルト教団の教師様への道ね。それはそれでテロ事件とかを起こしそうだわ。ところで、アバクウムの逸話は残り2つかしら？次に行きましょう。3、2、1、用意、スタート。歴史、聖職者は辛い。ロシアの聖職者アバクウムは、厳しい戒律を守り、妻や子供はいたものの、乱らな欲望は我慢していた。そんな立派な男の教会に、若い女性が訪れた。彼女は、今までありとあらゆる奉納の限りを尽くしてきた女性だった。彼女は改心して、今まで戒律に背き乱らなことをしてきたことを、懺悔するために教会を訪れたのだった。教会で彼女は自分の罪を告白した。彼女の罪深い体験談を聞いているうちに、アバクウムの心の内に情欲の炎が燃えてしまった。アバクウムは話を聞きながら、自らの乱らな情欲が静まるまで、3本のろうそくに、右手をかざして焼いた。これは、別にアバクウムは悪くないのでは？女性を襲ったわけでもないし。そうね、女性はどうしてそんな生々しい話をしたのかしら？罪を正直に告白して懺悔したかったからでしょ。罪の告白をオブラートに包んでも意味がないわ。ふん。さて、最後の逸話を聞こうかしら？聞きましょう。3、2、1。用意、スタート。歴史、ロシアの悪人と極悪人。ロシアのある村で男が死んだ。後には身寄りのない、妻と若い娘が残された。そこで村の村長は、若い娘を無理やり自分の愛人にしようとした。村長が母親から娘を取り上げようとしているところを、ロシア人聖職者のアバクウムが止めた。すると村長は手下を大勢連れて教会を襲撃した。散々に打ちのめされたアバクウムは動かなくなった。聖職者を殺してしまったと思った村長は恐ろしくなり、娘を解放してことをうやむやにしようとした。その30分後にアバクウムは意識を取り戻した。このままアバクウムが世を去っていれば、後に2000人の農民が死ぬことはなかった。つまり、この時極悪人のアバクウムがきちんと世を去っていたら、後に農民たちがおかしな思想に染められて、集団で焼身自殺をすることはなかったのね。年貢の取り立てが相当厳しいとはいえ、アバクウムとさえ出会わなければ、農民たちは親子で畑を耕す生活を送ることができたのよ。洗脳して、2000人の未来を奪ったアバクウムは許せないわ。でも、アバクウムは権力への抗議のために焼身自殺を推奨したのよね。それって、社会を良くしたいという良心からの行動なんじゃないかしら。アバクウム自身も活動に命を捧げて死んだのだし、私利私欲のためじゃないわ、社会のためよ。なんて意見もあるんじゃないかしら？独善的な意見ね。例えば、日本の極左政党や極右政党の党員が、社会のために2000人で焼身自殺をしたとして、日本の社会が良くなるとでも言うの？2000人は無駄死によ。それは時代が離れすぎてあまりいい例じゃないわね。じゃあ、アバクウムと同時代の17世紀に活動していた大塩平八郎はどうかしら？
彼の志は買うけど、大塩平八郎の乱はデメリットの方が大きかったわ。人民が救済されるどころか、取り締まりが強化され、乱のせいで大阪の民家が1万件も焼けたというしね。霊夢は権力の犬なのね。マリサは弱者の味方が、権力者よりもさらに弱者を痛めつけている現実を見るべきよ。権力と戦っても、より大きな混乱を社会に生むだけだわ。社会の混乱は必要悪よ。フランス革命や明治維新みたいに、社会の要請により、社会規模で権力構造を変えるのなら話は別だけど、小規模な個人や一政党が暴力を行使するのはおかしいわ。規模の問題？あなたは多数派になびき、少数派を切り捨てるのね。正確には、テロなどを起こす暴力的な少数派を切り捨てるのよ。なるほど、じゃあ私はガンジーを目指すわ。規模は大きくなっちゃうけど、非暴力不服従でマリサ教団を作り、最強の魔法使いとなってみせるわ。意味がわからないけど、テロを起こさないのなら何でも OK よ。今日の動画はここまでよ。これからも、ゆくれきゆっくり解説歴史班をよろしくね。バイバイ。さよなら、また明日。